皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウィニングレブン2020やっていきましょう。今回は来週の月曜日に登場するクラブセレクション、選ばれた選手と能力見ていきたいと思います。はい、ということで来週はインテルとローマのクラブセレクションが登場ということになっております。はい、まあ結構に2クラブ久々のなんか登場な感じがしますね。はい、今回はインテルの方を紹介していきます。ローマは時間差で出るので、そちらも気になるという方は見てください。ということでインテル選ばれたのはこんな感じです。シクリニアル、ハンダノビッチ、ルカック、ブロゾビッチ、ラウタロ、アシュリー・ヤング、カンドレーバ、バストーニと選ばれてますね。バストーニが初 FP かって感じでしょうかね。ということで早速一人ずつ見ていきましょう。はい、まずはシクリニアルからいきましょう。こちらの選手今回で4回目の登場です。今回総合値が98ということで単独でプラス2ということになってます。能力は今回ヘディングがトップ強化ということで98かなり伸ばしてきてますね。あとの項目も基本1上がりになってます。逆足両方ともにコアは6となってますね。こちらの選手、まあ、足元はまあまあでヘディングが98、ここ高いですね。まあ、スピード瞬発も1上がってたりとか、あとはジャンプとかが2上がったりとか、この辺は良くて、今回ディフェンスセンスとボールダッシュ揃ってカンストということで、あとアグレッシブネス、こちらも98なので、かなり高いかな。もうフルで、もうほぼカンストまで持ってきているということで、かなり強くなっているかなというところです。プレースタイル、ビルドアップ、身長188、ポジションはセンターバック、左サイドバックができますね。まあ、左サイドバックも適正つけておくと便利だと思います。スキルはヘッダー、マンマーク、闘争心の3つとなってますね。まあ、インターセプトがね相変わらずないので、そちらをつける必要があるかもしれません。スキルとかは過去のものと変わっていません。それら踏まえて今回一番強いかなと思います。はい、最強なので、まあ乗り換え検討してもいいレベルかなと思いますね。はい、続いてハンダノビッチいきましょう。こちらの選手は今回で6回目の登場です。総合値は95、週間と並んでますね。フィールドプレイヤーの能力すべて、1ぐらい上がってますね。はい、そして今回トップ強化がジャンプということで、まあ、ゴールキーパーなんですけど、ゴールキーパー系能力はトップ強化にならず、フィールドプレイヤーのジャンプが今回強化入ってます。それからゴールキーパー系ですけど、カンスト項目は過去のものとほとんど変わっていません。今回クリアリングが1上がって単独で高くなってます。逆足両方ともにコアは6ですね。プレースタイル、守備的ゴールキーパー、身長193、スキルは低弾道はなくて高弾道パント、GK ロングスロー、PK ストッパーなど全部で4つです。まあ、スキルとかも過去のものと変わっていません。それら踏まえて今回一番強いかなというところです。はい、まあ、ただまあ乗り換えるほどでもないかもしれません。まあ、クラブセレクション1とかクラブセレクション2、まあ、プレ4だけしかこれ出てないんですけど、まあ、そちらからは乗り換えてもいいかなというレベルですかね。続いてルカクいきましょう。こちらの選手今回で6回目の登場。総合値は今回単独トップ96ですね。能力は今回瞬発力がトップ強化となってます。はい、逆足精度3、後腕は6となってますね。こちらの選手、まあ、足元系は少しずつ高くなったりとかしてますが、まあ、オフェンスセンス、決定力、過去のものに比べると少し下がってる部分もありますね。はい、あとヘディングが92だったりとか、スピシュン高くて今回瞬発トップ強化ということでどちらも90超えてきてます。キック力94、ジャンプが91、フィジカルは相変わらずカンストで、ボディコンも、今回80まで乗りましたね。スタミナ90、そしてアグレッシブネスが高いのがこの選手の特徴ですね。この選手が相手にいると、まあ、ディフェンスラインでパス回すときに、気をつけたいところかなと思います。プレースタイルはボックスストライカー、利き足は左足、身長190、ポジションはフォワードすべてとオムフ、まあ、基本的には CF ですかね。スキルはヘッダー、今回無回転シュート、ワンタッチシュートなど全部で7つです。今回中間アップデートの方でアウトスピンキック、過去のものそちらついてなかったんですが、それが追加入っています。ちなみにファンズチョイスはミドルシュート、こちらを持っていたのでその違いも出てます。それら踏まえて今回は、まあ、週間と並んで同率1位かな。まあ、乗り換えるほどでもないけど、どちらかというと週間はオフェンスセンス、決定力、この辺は高いので、まあ、その辺はいいところかなと思います。あとはまあ欲しいスキルとか、まあ、追加もねどれもできるんでそんなに差はないですが、まあ、乗り換えなくてもいいレベルだとは思いますね。はい、続いてブロゾビッチいきましょう。こちらの選手今回で5回目の登場です。総合値は94ということで過去のもの、まあ、並びましたかね。能力でいうと今回決定力がトップ強化、まあ、プラスになっているんですが、瞬間と同じって感じですね。あとの項目は少しずつ高い項目は多くなってます。逆足両方ともにで、コアが6ですね。こちらの選手今回そうですね、まあ、足元系少し強化入ったんですけど、まあそんなに大きくはね、差はないかなというところです。90近くにまとまっていて、グランダーパス、フライパスともに92となってます。
あとは決定力84、まあここは大きいですかね。はい、あとスピード瞬発1上がりになっていたりとか、ボディコンとかフィジカルも、まあ、1上がりになっているという感じです。あとスタミナが95、ディフェンス能力、まあ、全て80超えているということで、まあ、その辺はいいかなと思います。プレイスタイルボックス2ボックス、身長181、ポジションは、左サイドハーフ以外の中盤、ST、右ウィングなどができますが、まあ、基本的には CMF ですかね。スキルはコンカライジングシュート、スルーパスなど全部で6個です。過去のものもスキルとかは変わっていません。それら踏まえて今回、まあ、能力的に一番強いんじゃないかなと思います。はい、続いてラウタロいきましょう。今回でこちらも5回目の登場ですね。総合値は97ということで週間に並んでます。能力でいうと今回トップ強化がドリブルということで、こちらかなり高くなっています。あとの項目もまあ高めにはなってますかね。はい、ただしこちらの選手、中間アップデートの方で能力が少し変動入っているのと、あと根案が今回から7になるので、その辺は違ってますね。逆足は両方とも3になってます。今回の能力でいうと、オフェンスセンス、決定力ともにまあかなり高くなっていて、決定力も94単独ですね。はい、まあ足元系90超えていたりとか、フライパス、グランダーパスともに80、まあ、この辺は良くて、まあ、スピード瞬発もちょっと下がったのかな。はい、まあ特にスピードに関しては前回のものに比べると5下がってるので、ここちょっと大きいですかね。ちょっと厳しいところかもしれません。あとはほとんど変わってないんですけど、ジャンプが3下がりとか、まあ、そういうのもあるので、その辺は気をつけたいところですね。スタミナは今回単独で高くなってます。プレスタイル、ラインブレーカー、身長174、ポジションは CFST、 オムフと右サイドハーフができますが、基本 CF ですかね。スキルはヘッダー、ミドルシュート、ドロップシュート、ワンタッチシュートなど全部で9つです。ちなみに週間は闘争心こちらがあって、追加する枠がなかったんですけど、今回は、追加枠残っているので、まあ、その辺は違ってきています。それら踏まえて今回、そうですね、能力的には週間もまあまあ強いんですけど、まあ、決定力もねかなり強化入っていたりとか、ちょっとスピード面難がありですけど、はい、まあ、スキル追加枠とかもね考えると今回でいいんじゃないかなと思います。まあ、スパサブだったりとか、ワンタッチパスとかね、その辺つけるといいかなと思います。はい、続いてアシュリー・ヤングいきましょう。こちらの選手はユナイテッドの時に1回 FP 化されてますね。そちらと比較すると総合値が1上がりの91ですね。今回トップ強化がカーブということで4上がりで90です。単独というか唯一90超えるのがここだけですね。前回ボディコンがトップ強化だったんですが、ここが下がっていて、あとは基本1上がりです。逆足両方ともに後半は5となってます。まあ、こちらの選手サイドバック登録なんですけど、まあいろいろポジションできるんですけど、まあ、足元系が90近くあったりとか、まあそうですね、スピードもまあ90近くあったりとか、90超える項目こそカーブしかないんですけど、まあ80後半の項目はかなり多めにはなっています。はい、ただスタミナが85なので、サイドバックとか、まあ、中盤とかで使うとちょっと厳しい面あるかもしれませんね。プレイスタイル、攻撃的サイドバック、身長が175ですね。ポジションはできないのはゴールキーパー、 DMFCF の3つとなってます。ちなみに中間アップデートの方で登録が右サイドバックから左サイドバックに変わっているので、その辺も変更入ってます。スキルはピンポイントクロス、キャプテンシー、闘争心など全部で4つですね。まあ、サイドバックで使うのであれば、インターセプトとか、まあ、ディフェンススキルですね、それらをつけるといいかなというところです。はい、続いてカンドレーバー行きましょう。こちらの選手、今回で4回目の登場です。総合値は92ということで週間に並んでいます。能力は今回トップ強化はスタミナということで、こちら単独で高くなっています。あとの項目もまあ基本的には習慣寄りにはなってるんですけど、まあ単独の項目もちらほらあるって感じです。逆足両方とも3、後半は5ですね。こちらの選手、そうですね、まあ習慣の方がまあちょっと強い項目も上の方は特にありますかね。はい、まあ、90近くでまとまっていたりとか、グランダーパス、フライパス90近くあったりとか、まあ、決定力はやはりちょっとさすがに習慣って感じはしますが、まあ、スピード面だったりとかは強化入ってます。キック力は95、この辺は特に習慣とは変わってませんね。今回スタミナトップ強化ということで、この辺は、かなり強みになってくるかなと思います。プレスタイル、2列目からの飛び出し、身長180、ポジションは中盤より前、 ST 以外が可能になってますね。スキルはコンカー、ドロップシュート、無回転シュート、ピンポイントクロスなど全部で6個になってます。習慣に関してはワンタッチパス、ミドルシュート、闘争心、この辺を持っていて、まあ、スキル追加枠残しつつという感じだったので、まあ、それら踏まえると今回2番目かな。まあ、やはり習慣は、スキルいいもの持っているので、その辺が大きいですかね。は
はい、最後バストーに行きましょう。初 FP 化ですね、センターバックの選手ですかね、ノーマルと比べると88から95、総合値は、7上がりになってますね、今回ヘディングがトップ強化ということでカンズトです。はい、9上がってます。あとの項目は5、6上がり、逆足結構低いですね、後半は6となってます。はい、こちらの選手、まあ特徴で言うとやはりスピードをかなりね、速いです。91、88、足の速さめちゃくちゃあって、まあ、足元吸盤まずまずで、ヘディングが99だったりとか、ジャンプフィジカルとかスタミナディフェンスセンス、この辺90超えてるんですけど、ボールダッシュとアグレッシブネスは90届いてないんで、純粋にセンターバックというよりはサイドの、まあ、センターバック CB に変えてっていうところがいいんじゃないかなと思いますね。プレイスタイルハードプレス、身長190、ポジションはセンターバックのみということでちょっと残念ですね。まあいろいろ他もできると良かったかなというところです。スキルはヘッダーのみということでこちらも少し残念です。インターセプト、マンマーク、この辺を追加するといいかなというところです。はい、ということで今回はインテルのクラブセレクションの選手を見ていきました。いかがだったでしょうか。まあそうですね、まあ当たりの選手というか、まあ持っていないところをね確実に引きたいガチャかなと思います。ハンダノビッチ、シュクリニアル、ルカク、ラウタロ、まあ特にこの辺をね、狙う方っていうのが多いかなと思うんですけど、ぜひね、こちらのガチャ、月曜日に登場するので、ローマと合わせてね、引くか引かないか悩んでいただきたいところです。こちらのチャンネルではこのようなクラブセレクションのリーク情報、あとはアイコニック FP のレムマの紹介、比較、最新情報などの動画も上げているので、気になるという方はチャンネル登録していただいて、また見ていただければと思います。合わせて高評価、ツイッターのフォローぜひよろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。